2022年12月1日、淡井圭介です。こちら、西宮北部にある阪神流通センターへ来ました。こちらの流通センター内の河川なんですが、まあ、普段、まあ、これぐらいの水量です。向こうの方の、山のふもとのところまで、こういった河川が、続いています。で、まあ、途中で、横に曲がっていたりとか、L 字になっていたりとか、まあ、結構あるんですけども、まあ、かなりの水、溜め込めれます。だから、まあ、雨降った日とか、結構貯水できて、まあ、水位が大雨の時にどれぐらい来るかにもよるかと思うんですけども、その辺のところに関して、河川水門開閉式ダム発電のその 1×1 とか、まあ 3×3、まあこうだったら3メートル ×3 メートルぐらいですかね。まあそれぐらいで設置してもらって、まあ両方2種類用意しといて、上に上げれるようにしておくと。そうすることによって、大雨の日でも、まあ、発電ができると。普段は、まあ、1×1 でも良ければ、まあ、貯水しといてですかね。まあ、50センチ ×50 センチでも、ありっちゃありだと思います。で、まあ、大体奥の方まで、高さがないんで、まあ、このあたりに設置が正解だと思われます。まあ、先がああいう風なところですね。以上です。